イエセックスは日本の民間輸送機計画の一つ、YS-11 の後継機として計画されたもの。1986年、小型ターボプロップ機ユ x クスを計画していた日本に、対し、中華人民共和国が小型ターボプロップ機をインドネシアが同じく、エイトラ90を、西ドイツ MBB が MPC75 を共同開発しないかと、それぞれ打診していた。 特に、川崎と BK117 の共同開発で良好な関係を築いた MBB は、日本側に開発比率の50%を譲るという好条件を提示していた。しかしながら、これらの国、企業には、機体全般を製造する技術に信頼が置けないこと、販売網が構築できないことなどから、日本側は交渉しなかった。しかし、 これらの国が独自計画を持っているという刺激を受け、ボーイングが絶対的主導権を握るユックスよりも日本の主体性を持たせた輸送機計画を持つべきだとして、日本の航空宇宙企業が構成する日本航空宇宙工業会は同年に民間機調査検討委員会を設置し、以下の機体の検討を始めた。翌1987年にかけてはユックスで使用する。 ターボプロップエンジンを採用するかの検討に入ったが、ターボファンエンジンの創発とすることになった。1989年に小型民間機計画は国の委託事業として認可され、工業界の日本航空機開発協会は、ターボファン創発75隻輸送機の開発と同クラスの計画が海外でも多数あることから国際共同開発の可能性の検討を始めた。 イエセックスと同時期に共同開発となった支援戦闘機 F-2 この1987年から1989年とは日本の半導体技術が急成長しちょうど後にバブルと言われた後継機が始まった頃で日本人に自信が満ち溢れていた時代であるアメリカ合衆国やヨーロッパがのきなみ不況に陥る中日本だけが独走であり欧米で 反日感情が高まっていた。イエセックスとほぼ同じ頃に独自開発をこわだかに、歌った次期支援戦闘機 FSX が日本にとって不平等な協定を結び、アメリカと共同開発で F-2 を作ることになった時代でもあった。1991年には委託事業から民間主導の補助事業とされ、小型民間機開発調査と命打った調査を開始し、 共同開発パートナーの選択にかかったが、ちょうどこの頃、イギリス BAE、フランスエアロスパシアル、イタリアアレーニアの三社連合が、開発協力を打診してきた。欧州の老舗メーカーとの連合は、魅力もあったが、フッツイはすでに独ドイツダイムラーエアロスペース AG と、イエセックスクラスの共同開発計画を持っている上、ダサは、オランダの小型機メーカーホッカーに出資をしており、 近々買収するのではないかと言われていた。このような欧州情勢の不透明感から、この打診には態度を保留し続けた。その上、湾岸戦争によって、世界のエアラインは低迷期を迎えており、思い切った手を打ち出せる状況にはなかった。1993年に、小型企業界は大きく活性化した。カナダのボンバルディア社は、 前年に買収したデハビランドカナダ社のターボプロップ小型旅客機 DHC8-9 シリーズを引き継ぎ新たに Q-400 を開発すると発表したブラジルエンブラエル社も経営を再建し小型リージョナルジェット機エン部145を発表インドネシアも N250 をスペインカーサも79から80隻の新型機を発表し中国 韓国も共同で50隻から100隻クラスの小型機を開発するとの情報が流れ、競争は熾烈さを露呈し始めた。この年、フッツエアロスパシアルイアレーニアの連合 ATR は82隻のターボプロップ機 ATR82 の開発協力を打診してきた。しかし、日本はイエセックスが目指すファンエンジンではないためという理由でこれを断った。 エアロスパシアールは何度も日本に参加を打診したが、日本はすべて断った。すでに ATR-82 は、不遂で計画が固まっており、日本主導が目的であるエセックスの意思に反するし、ヨーロッパの企業との接近によって、アメリカ合衆国の不信を買うことを恐れたこともあった。日本はこの頃バブル崩壊によって景気が悪化していた、ものの、 未だに多くに人がバブル景気の余韻に浸っており、深刻に感じてはいなかった。ヨーロッパに比べれば、経済的な余裕もあったことから、景気が回復基調に乗ってから開発に入ればよいとの考えが支配的だった。しかしこの年、計画が父として進まないことに苛立った。通産省は航空機工業審議会において、翌平成6年度予算に、これまでの10倍、 近い16億円を要求して獲得した。日本航空機開発協会はこれを受け、具体的な技術コンセプト調査チーム、国際共同開発調査チームを新たに置き、これまでの調査チームと合わせて3段構前の調査を行った。ここで協会は X と UX を共同開発してきたボーイングに共同開発を打診した。 協会とボーイングはこの時もボーイング777の共同開発を進めており、767、依頼良好な関係を維持してきた。しかし、ボーイングは1992年に子会社の小型機、メーカー、デファビランドカナダをボンバルディアに売却して、小型機部門に興味がないとも見られており、ボーイング側ははっきりとした意思は示さなかったが、参加に、 前向きな含みを持たせる返事をし、日本の期待は高まった。ユークス7 j 7を尻けて開発した7 3 7ネクストジェネレーションしかし、この年の10月に、ボーイングは 7J7 の開発凍結を発表した。翌11月、7J7 の代替としてボーイング737を改造開発する 737X の発表が、さらに、 日本を追い詰めた。日本側にこの通告はなかった上に、韓国の大韓航空がエアラインでありながら、直々に開発に参加すると表明したからだ。ボーイングは、対中国接近を狙うビル・クリントン政権の思惑の下、また、中国での活動で先行するマクドネル・ダグラスを追いかける目的でも、中国、韓国に比重を移しており、737。 X にも多数の中間企業が下請けを受注していた。UX が実質中止に追い込まれ、イ s セックスも先行きが不透明となったことから、日本航空宇宙工業界の中心である三菱重工業は、急成長を遂げていたカナダのボンバルディアエアロスペースに接近し、ビジネスジェット機グローバルエクスプレスの共同開発に参加、さらに同社のダッシュ 8Q400 の開発にも、 参加するなど、別方向での民間機開発を望み始めた。しかし、航空産業の横並び的な発展を考える通産省にとって、三菱の独創は、イエセックス開発の上でも、各社の足並みを乱す一大事だった。しかも、Q400 は、イエセックスの構想サイズとほぼ同じであり、これを三菱の裏切りと考えた、通産省はあからさまに不快感を表した。 三菱が開発に参加した Q400 このように日本側の足並みが乱れ始めていたが翌1994年4月になるとボーイングが突如イエセックスへの関心を強めた米国内での小型機需要増加が背景にあるとも言えるがボーイングはこれまでにない現実的な計画案を日本側に示し通産省と日本航空機開発協会は期待を膨らませた この初めての具体案を受けて、ジャドックは10月に職員20人をボーイングに派遣し、開発費などの計算に当たらせた。協会としては、翌年3月までには、ボーイングとの間で了解覚書きを締結し、90隻前後、航続距離 3700km の機体構想を決定して、2000年には商業ベースに乗せたいと考えていた。しかしこの頃、中国、 韓国共同開発の小型旅客機 AE100 計画が本格的に動き出していたが、中間は技術力と販売面から第三のパートナーを探していた。ABAE、フッツ、エアロスパシアル、イエレニアの連合と米マクドネルダグラスが参加を打診していたが、ボーイングはこれにも介入しようとした。このため AE100 は世界的な注目を集め、 日本が単独で提案するイエセックスは影に隠れてしまった。現実味を帯びたイエセックス737から500の改良計画だったが結局無算してしまった。AE100 は中国と韓国の主導権争いに加えて AF 追連合のエアロインターナショナルリージョナル、マクドネルダグラス、ボーイングの三つどもの避難合戦へと展開し、泥沼の様相を呈していた。 また、中国との交渉では3社それぞれが振り回され、全く交渉がまとまらなかった。ボーイングが2社と争うま、イエセックスは完全に放置される形となった。一方、日本が AE100 に参加しても3社のどれかに付属する形でしかあり得ず、その場合、シェアの70%はすでに中間が保有することが決定しており、日本は 残りの30%のうち、ほんのわずかしか得ることができないだろうと考えられた。1995年、マクドネルダ・ダグラスは、AE100 計画を放棄して、単独で小型機 MD-95 を開発することを発表した。MD-95 は、イエセックスと同クラスであるため、日本にとっては、ますます好ましくない状況になってしまった。一方、ボーイングは、 欧州との戦いを続けており、イエセックスは全く進まなかった。3月に予定していた了解覚え書規定決も実現せず、7月末までに引き延ばしたが、それも実現しなかった。1996年、日本航空機開発協会は、イエセックスの見直しを考え、共同開発の対象を、ボーイングから、ボンバルディア、スウェーデンのサーブ、スペインのカーサなど、 AE100 へ参加していない企業へ拡大することを検討した。特に、三菱が関係を強化しているボンバルディアに焦点を当てて、交渉を進めようと計画した。イエセックスが一向に進展しない中で、三菱は、ボンバルディアの新型機に次々と参加を決定し、独走体制であった。ところが、この年の5月、ボーイングは AE100 の離脱を表明し、AE100 は、 エアーが受注したものの中間の意見がまとまらずに停滞した。欧州勢にしてみればようやく勝ち取ったにもかかわらず何の利益もなく無駄に時間を浪費しただけだった。一方ボーイングは AE100 から離脱したもののイエセックスに帰ってくる様子は全くなかった。エアバスの A380 に対抗するための 747X 計画を抱え737から500を 改造するという中途半端な計画に魅力を感じなくなったようだ。さらに同年末、ボーイングは長年の敵であるマクドネル・ダグラスを吸収合併すると発表した。日本側は全く知らされていなかったが、最大の懸案はボーイングがイエセックスと同クラスの MD-95 をどうするかだった。ボーイングはイエセックスについて問われると検討は続けているが、 難しい市場だと逃げ腰であった。もはや日本側は誰も期待していなかった。ボーイングはイエセックスを退け、MD-95 の改良型717を選んだ1997年、ボーイングは MD-95 をボーイング717から200として継続販売すると発表した。同クラスのイエセックスを生産するはずがなく、 事実上のイセックス放棄であった。翌1998年に日本側は計画を一から見直し80隻クラスの市場調査を行うこととした。三菱はボンバルリアとの間で小型リージョナルジェット機の共同開発を次々に進め、川崎重工業もこの頃三菱への対抗上、ボンバルリアの宿敵、エンブライルへの接近姿勢を強めていた。 冷戦終結による世界的な軍縮の流れによって今後自衛隊関連の機体製造も先細りとなるであろうから両者とも民事への産業移転を強めようとしていたその中で父と進まないイエセックスへの苛立ちを募らせ独自の企業戦略を打ち出そうとしていた2000年国家産業技術戦略検討会において 当面、イエセックス開発の可能性はないとして、市場の動向調査のみを続けるとした。H2 ロケット失敗などで、日本全体に航空宇宙への失望が漂っていた時期であったが、国としてイエセックス放棄を発表したのは初めてであった。しかし調査費だけは、毎年1億円を支給される、歪んだ体制であった。一方、業界第一位の三菱は、 ボーイングとの間でこの年の5月、電撃的な包括提携を発表し、宇宙機器や新型旅客機などで、相互協力を強めるとした。三菱の独創がさらに勢いづいた格好で、777に続く、新型機開発でも三菱が主体となることが明らかとなった。防衛庁は2001年11月29日、 時期輸送機と次期対戦障害機の主契約企業を業界第2位の川崎重工に決定した。CX と PX はイエセックスの大きさに近く、また両機は機体の一部を共通化させるため、この技術をイエセックスに移転させようという構想は以前からあり、経済産業省は最後の手段として同年末、これらとイエセックスを 共通化させるつもりであるとの情報を日本経済新聞に事前にリークし日経は11月24日に大々的に報道しただがその5日後に防衛庁はイエセックスへの共通化技術移転は考慮していないとしてあっさり否定した中型機2機種の共通化さえ日本では経験のない事態であるのに3種類の共通化となればどれも 中途半端なものになってしまう可能性があり、よくよく考えれば実現不可能であったが、経産省は自らのメンツにかけて、イエセックスを実現させるために世論を公用させようと、工作したようだが、たった5日で失敗し、これ以後、イエセックスが大きく語られることはなくなった。2002年8月末、経産省は30隻から50隻クラスの小型ジェット機計画を発表し、 来年度予算を要求した。この計画発表により、イエセックスは完全に終止符を打たれた。この計画は、イエセックスまでの各社横並びの事業から脱皮し、企業の責任によって自主開発させるとしたもので、富士重工業、ジャドックの協力を得た三菱が選ばれ着手。その後、全日空の発注により2008年3月28日に事業化を正式に発表。 MRJ として開発が進められることとなる。ありがとうございます。